他の言語、イタリア語、を持っている人はプラス 10% で、ロールをどうぞ。読めません。ただ、イタリア語らしいってのはわかります。誰か辞書とか持ってませんか？さすがにないね。じゃあ、とりあえず、次の扉に行こうか。時計回りに行きましょう。時間の流れが関係ありそうですからね。爆音が曇天にこだましている。スリップした黒塗りの車が、横向きに止まり、後続の荷台の車の陰に、隠れた柄の悪い小男たちが、停止した車に向かって発砲を、繰り返していた。黄色ローブの男たちも車を、降りて拳銃で応戦している。だが、後続の小男たちが持つ銃は、どうやって日本で手に入れたのか、サブマシンガンだった。小男たちは今まさに空中から飛来した、ありともハゲタカともフランシュタイとも、似ていて違う有翼の獣に、照準を合わせると、それを速度に蜂の巣に変えてしまうのだった。クトゥルフ世界のサブマシンガンは最強だからね。狙われたら逃げられない。次にあなたたちが現れたのは、炎上する夜の高速道路でした。先ほどの倉庫で見た黒塗りの、車がスリップして停車していて、その車に対して後続の、2台の車がマシンガンで、銃撃を加えているところです。あなたたちはその間の、今のところは銃弾の当たらない場所に、転移しました。入ってきたドアは、もちろんすぐ真後ろにあります。先ほどと同じように黄色いコートの、男性、朝倉さんは車の外に、出ていて、どいつもこいつもイライラさせんなよ、って、怒鳴りながら、すでに変身を始めています。周辺に暴風が吹き荒れていて、蒸気と霧が渦巻き、今にも変身を終えてしまいそうです。ホーリーシ。あなたたちが現れたのは両方の、車の中間、どちらにも20メートルのところです。どちらの車にも1ラウンドでたどり着けますが、雨あられと飛び交う銃弾の、中を走り抜けていかなければなりません。回避、と、幸運、が必要なステージです。帰ろう。無理だ。まずは先ほどミンチになったクリーチャーを、知っているかどうか、クプルフ神話、機能で、判定してください。成功者は3チェック免除です。あれはバイアク兵、あるいはビアーキーと呼ばれる有翼の、化け物です。ビアーキー、もう一匹いないかな？もう一匹いないかな？一匹だけですね。それを尋ねるクキさんは何者なの？君、あれを乗り物にしようとか考えてないだろうね。ビアーキーの正体を知らなかった人は3チェックしてください。成功で1、失敗 1D6 です。発表した教授は、クプルフ神話、が、プラス1されました。幻覚、あるいは妄想が7ラウンド続きます。マシンガンの音がトルネンブラが実体化した時の姿を幻覚として呼び覚ました。逃げ出します。帰ろう。そうね。そもそも銃弾は無理よ。ちなみにここも夜でした。逃げよう逃げよう、逃げましょう。すぐに逃げるのなら戦闘になることもなく、元の世界に戻ります。うわ、また音が聞こえる。そしてやはり扉には、こんな文字が浮かび上がっていました。イタリア語、振ります。解読できました。ああ、これ私、知ってます。マフィアがよく言ってました。マフィアって言った。一文でも解読できたので、歴史、を持っている人は判定してください。何らかの詩の一部なんだろうなってのが分かったくらいです。昔に書かれた有名なものだろうという気は、しますが、何の詩かは思い出せません。詩人がどうのこうの言っていた気がするわ。詩人のごとく自作せよ、か。まずは、教授を24倍速の部屋に放り込みましょう。あの音がまた聞こえる。私のスマホは、机の上に置いておくわ。私も腕時計を置いていきましたから、それを基準時間にしましょう。スマホについて言及したので、幸運、お願いします。ではキリコちゃんは偶然にも、スマホを見たのでしょう。この白い世界でなければ電波は、入るようです。おお、調べ物ができますね。扉をくぐって、イタリア語辞書をダウンロードすればいいのね。そうですね、素早く。そのあたりの勢力を鎮圧しながら。鎮圧はできないと思います。できそうな部屋が、残り2つにあるかもしれない。待って。だったら、さっきそこの茂みに隠しておいたのだけど、ゲイボディーアーマーがあるの。ゲイボディーアーマー？あんなものがいるのだったら、
ボディーアーマーの硬さは必要かなと思ったけど、私には必要ないから誰かが使うといいわ。私が着ます。本来はサイズ13用ですが、ベルトで調整すればどうにか着られますね。これを着たからといって過信してはダメよ。あなたはすぐに過信する癖があるから。はあ、アタッチケースから手斧を2本取り出しておきます。それと久喜さんにはこちらの、どこにしまったかしら。ガサ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 、何でも出てくる茂みですね。ヘルメス・トリスメギストスの独自よ。ああ、あれでしょ。知ってる知ってる。地球外原産のクリーチャーにのみ効く装甲無視 2D6 のダメージの。ほわ、試験管8本入りヒップバックがあるわ。クキさん投げるの得意よね。トルネンブラ対策に僕が欲しい。あとはこの普通の登山リュックよ。教授と書かれた名札も入っているわ。あとハーモニカ焦げてるけど、これはもしかして遺品かな。遺品ですよ、友人のね。なぜか2個目になりましたが、登山道具には他にもユーティリティライターとか水とかトートバッグが入っているわ。これはきっと炎の精を倒すためのものね。あれは超大変でしたね。じゃあ次に行きましょうか。写真、キリコちゃんが日本刀を装備しました。あのね、そうだね、どうしようかな。説明はしない方がいいと思うわ。はい、俺もやっぱり呪文唱えておくよ。ははは、では1時間くらい、みんなでゆっくりしますか。2分半もらえればいいよ。ふわ、違う種類の呪文ですか。違わない、24倍の部屋で唱えれば2分半だから。なるほど、不定の狂気が怖い人も24倍の部屋に入るようにしましょう。そういうための部屋なの、あれ。15分が経過しました。今19時です。キリコさんの時計が一番正確なので、キリコさんの時計に合わせておきます。時計を合わせろ。キリコちゃん、前世の記憶を蘇らせてあげるからちょっと来てくれる。何を言ってるの。多分それは私にとって前世の記憶では、あ、なんでもないわ。 10MP を使って 1D4 の小軌道を消費し、肉体の保護を使いキリコちゃんに追加耐久力を41点与えます。あら、懐かしい。もしかして君はこの呪文を知っているのかい。そうね、機会があったら話すわ。ないことを祈ってるよ。この人たち、なんかおかしいな。じゃあ時計回りに次の扉に行こうか。第3の扉ですね。多分時系列的にまた別の奴らがチハポンを奪い取るというリレーが起こっていると思う。はあ、ヒロイン気取りかね。最終的に私たちのところに帰ってこないかしら。最終的に帰ってこないんだよね。はは。では扉をくぐりました。その神殿は燃えていた。邪悪なるもの、おぞましきもの、分け隔てなく燃え尽きようとしていた。炎は今まさに冒涜的な儀式を行おうとしていた。台座のすぐそばまで、その熱き舌を伸ばそうとしているのだ。そこでは天井から吊るされた暗黒の巫女が、彼らの主人とはいささか、異なる、死にも似た眠りに落ちていた。そして彼らの主人の忠実なるしもべ、その中で最も巨大な体躯を誇る者がその警護に当たっていた。それはもはや巨神とも呼べる存在であり、その者自身が信仰を集める存在であった。鱗のある手が炎を、跳ねのけ、魔術師たちをなぎ払う。まさに彼こそがこの場における不可侵の、門であった。暗黒の巫女とか、大きく出たわね。簡単に言うと、燃えている儀式の間の一番奥で、お姉様が吊るされています。その前に立ちふさがるように、魚顔の巨人が、ダゴーンと出現しました。恐怖させて。あれはダゴンです。登場シーンで正体を聞いたような気がするわ。失敗した人、ククルフ神は、機能を、振らなかった人だけ3チェックです。はい。成功例、失敗 1D10 です。毎回同じパターンですね。似たものを正しく理解しているということなので、らしいといえばらしいというか。恐怖には慣れていくから、次に入る時には役に立つ。今回は、様子見だから帰っても大丈夫だよ。発表した教授は、ククルフ神話、が、プラス1されました。気絶、あるいは金切り声です。この神殿は現在、戦場になっています。戦っているのは、あ、もう一回、小さい方に対しての、ククルフ神話、ロールを、してもらっていいですか？いらない気がするけどな。
同じものでしょ。そうですね。じゃあ、教授だけ。あ、小さい方は知っていると思った瞬間、ジーンという SE と共に気絶します。教授、ではこの場では神父様だけが小さい方、深き者に対して3チェックです。唯一置いていかれた感がありますね。クキさん、ダゴンよ。じゃあ、ここはダゴン秘密教団のアジトだな。ダメよ。何が？何でもないけどダメよ。そういうことするから。いや、知らないよ俺。クキさん、やっちゃうでしょ。何を？神殿は武装した深き者たちが炎のせいに焼かれて大混乱中です。唯一、儀式の間の奥にいるダゴンだけが、生贄のお姉様に近づく者すべてを排除しようと奮闘しています。ダゴンの周囲にはおそらく炎の勢を召喚したのだろうローブの魔術師たちがいますが、ダゴンを前にして攻めきれない様子です。ここは夜ですか？いえ、夜が明けています。ここは朝ステージです。やったー。ここから私戦います。でも逃げましょう。ここにいる奴らはこっちに気づいてますか？何か行動を起こすと気づかれる可能性があります。ただし深き者たち派炎の生徒の戦いで誰が来ようとそれどころではない状態です。何かないか探したい。あと、電波が入っているかどうか。電波は入っています。それはスマホを見れば判定なしで分かっていいです。私は即決で気絶した教授を運んで戻ります。俺はスマホでイタリア語の辞書をダウンロード。そしてダウンロードが始まった瞬間、 GPS 機能を作動させて現在地確認。私は目星で状況確認を。奥にある台座の下は海水になっているようです。波打っているところを見ると、海の上にせり出すように作られた神殿なのでしょう。ただし今はあらゆるものが燃えている状態です。何か、というのなら深き者たちが木製の槍で武装しているというくらいでしょうか。炎のせい相手ではすぐに燃えてしまいそうですが、ちなみにここには黄色いコートの男たちはいません。炎のせいは一匹？たくさんいますが、進むのに障害になりそうなのは三匹です。教授を運んで戻ります。ほら、教授、行きますよ。ズルズルズル。もう一歩の扉で同じことしたら、さすがに私、後ろからチョップを入れるわ。キリコちゃん、帰ろう。では元の世界に戻りました。いつも通り、扉に文字が浮かびました。今回は辞書があります。とりあえず、教授はあの部屋に。そろそろいい睡眠時間が取れてるんじゃない？割とぐっすりばね。起きるたびに、とても嫌な感じになるんだが。現在19時半です。ここに来てから1時間半くらい経ちました。教授だけ4時間半か。GPS の結果は？クキさんには見覚えのある土地ですね。随分死闘爆から離れた海岸です。車で移動しないとかなり時間のかかる場所です。日本ですか？マサチューセッツ州とかではないですか？ないです。ダゴン秘密教団の日本支部の隠れ家ですね。じゃあ、イタリア語の辞書アプリで扉の文字を翻訳します。判定なしで翻訳が出てきました。一つ目、二つ目、三つ目の翻訳を全部出しますね。神父様だけ、アイデア、を。他の人はもう一度、歴史、ロールを、お願いします。全然わからない。キリコちゃんだけがここまでの、詩で気づきました。この後に続く言葉がこれです。私、この詩、知ってるわ。